村上正則。初の日本人選手として1964年にサンフランシスコジャイアンツに移籍した村上。2年間の在籍で54試合に出場し、通算防御率は 3.43 でした。野茂英雄。トルネード投法と呼ばれる独特なフォームで三振を量産。ノーヒットノーランを2度達成し、最多奪三振を2回獲得するなど、日本人メジャーリーガーのパイオニアになりました。マック鈴木。16歳で高校を自主退学しアメリカに渡った鈴木。1996年にメジャーデビューを果たし、日本プロ野球界を経由しない初の日本人メジャーリーガーとなりました。長谷川重俊。マリナーズ在籍時の2003年は63試合に登板し、2勝16セーブ、防御率 1.48 という好成績を残しています。柏田隆。監督のボビー・バレンタインからのオファーもあり、メッツに入団したものの防御率 4.31 で在籍は1年間にとどまりました。伊良部秀樹。名門ヤンキースで活躍した伊良部はアジア人史上初となるワールドシリーズチャンピオンにも輝いています。吉井正人。国内5球団からの誘いを断り、プロ野球史上初となる FA 兼講師でのメジャー移籍。メジャーでは先発やロングリリーフとして活躍しました。木田正夫。リリーフとして5年の在籍でしたが、成績が振るわず65試合の登板にとどまりました。大岡智和。キャリアハイとなった2002年は13勝を挙げ、防御率 3.18 を記録しています。佐々木和弘。1年目に新人王を獲得するなど、マリナーズの守護神を4年間務め上げ、129セーブを挙げました。イチロー。1年目から MVP、 新人王、首位打者、盗塁王を同時受賞するなど19年にわたり活躍し、メジャーに名を残しました。新庄剛志。メジャーでは飛び抜けた成績を残すことはできなかったものの、2002年にはワールドシリーズにも出場しています。野村貴人。入団テストを経てブルワーズに入団したものの、結果を残せずわずか3ヶ月のみの在籍に終わりました。小宮山悟。メジャー選手のパワーに圧倒され打ち込まれることが多く、1年のみの在籍。翌年は1年間野球浪人として過ごし、日本球界に復帰しました。石井和久。1年目のスプリングトレーニングでは3本塁打を打たれるなど、メディアから不安視されていましたが、開幕後は安定した投球を見せ14勝を挙げました。田口壮。メジャーでも堅実なプレーでチームに貢献し、2度のワールドシリーズチャンピオンに輝いています。松井秀喜。1年目の本拠地開幕戦にてメジャー初本塁打となる満塁本塁打を放つ鮮烈デビュー。2009年にはワールドシリーズ制覇を果たし、自身もシリーズ MVP を獲得しました。松井和夫。内野手としては日本人初のメジャーリーガーとなった松井。メジャーでは怪我にも悩まされ、期待されていたほどの活躍はできませんでした。大塚明憲。メジャー移籍当初は敗戦処理でしたが、4月に初勝利と初セーブを挙げると、以降はセットアッパーとして定着。73試合に登板し、防御率 1.75 の成績を残しました。その後も素晴らしい活躍を見せましたが、最終年に故障してしまい、メジャー在籍は4年間で終わりました。高津慎吾。1年目からホワイトソックスでクローザーを務めると、24試合連続無失点を記録。地元メディアからミスターゼロというニックネームをつけられるほどの活躍を見せました。只野和人。マック鈴木に続き2人目となる直接メジャー入りした只野。2年間で15試合の登板にとどまり、2008年から日本ハムに入団しました。井口忠人。1年目から堅実な守備でチームのワールドシリーズ制覇に貢献。シリーズに実際に出場してチャンピオンリングを獲得した初めての選手となりました。矢部圭一。1年目から中継ぎで40試合に登板し、防御率 4.50 の成績。オフにはチームが契約オプションを行使しなかったため、自由契約となり、マイナーや無所属も経験しました。中村典弘。メジャーでの出場はたったの17試合で、1年の多くはマイナーで過ごした中村。マイナーでも本塁打こそ22本を放つも、打率2割4分9厘は規定打席を満たした選手90人のうち85位と結果を残せず、1年で日本に戻ることとなりました。城島健司。メジャー史上初となる日本人捕手。1年目からア・リーグ新人捕手のシーズン最多安打記録である146本を44年ぶりに更新するなど、打率2割9分1厘、18本塁打の成績を残しました。斉藤隆。メジャー最終年を除く6年間の防御率は1、2点台という抜群の成績を残しています。
特に39セーブを挙げた2年目はリリーフ投手の中でリーグ最高となる防御率 1.40 とウィップ 0.72 を記録しました。岩村明憲、若手中心のレイズにてチームリーダーとしての素質を見せ、ワールドシリーズ進出の立役者となりました。岡島秀樹、安定したリリーフでレッドソックスのリリーフ陣を支え、ワールドシリーズ制覇に貢献。ポストシーズンでも2回2分の3を無安打無失点4三振で完璧に抑えるなど素晴らしい活躍を見せました。松坂大輔、1年目から岡島と共にワールドシリーズ制覇。特に圧巻だったのは2年目で18勝3敗、防御率 2.90 とその実力を見せつけました。井川圭、5年2000万ドルプラス出来高でヤンキースと契約したものの、ヤンキース史上最悪の契約に選出されるなど結果を残せませんでした。桑田真澄、39歳という晩年にメジャーデビューの夢を叶えた桑田、シーズン途中に戦力外となりましたが、メジャーリーガーになれた充実感でいっぱいと清々しい表情で語りました。福留孝介、5年間のメジャー生活で打率2割5分8厘と思ったような成績は残せず、守備面での不安も露呈しました。福森和夫、FA でメジャーに移籍したもののほとんどマイナークラスで登板も4試合に終わりました。小林正秀、1年目は一時的にクローザーを任されることもありましたが結果を残せず、2年目は10試合のみの登板で戦力外となりました。黒田博樹、メジャーでも日本時代と変わらず安定した活躍を見せ、ヤンキースやドジャースという名門で先発ローテーションを守り抜きました。薮田康彦、マイナーで多くの時間を過ごし、メジャーでは防御率 7.14 と結果を残せませんでした。上原浩二、レッドソックスでは不動のクローザーとして君臨し、ワールドシリーズ制覇に大きく貢献しました。川上健進、防御率 4.32 と突出して悪かったわけではないですが、打線の援護に恵まれなかったこともあり大きく負け越しました。高橋健、40歳でメジャーデビューを果たし、中継ぎとして結果を残したものの1年のみの在籍になりました。田沢純一、社会人から直接メジャーに挑戦した田沢、当時は大きな問題となり田沢ルールと呼ばれる決まりができるまでに発展しました。高橋久典、移籍当初は先発として起用されていましたがリリーフに配置転換、好不調の波はありましたが防御率 3.99 の成績を残しました。五十嵐亮太、3年間の在籍でメジャーとマイナーの行き来を繰り返した五十嵐は変化球の精度の低さと制球難に苦しみました。西岡剛、メジャーでは故障に苦しんだ時期が多く、結果が残せず2年でわずか50安打にとどまりました。立山義則、1年目こそ39試合に登板したもののマイナー降格も多く、2年で53試合の登板に終わりました。青木宣親、6年間で7球団を渡り歩いた青木、通算打率も2割8分5厘とまずまずの結果を残しました。川崎宗則、成績こそ150安打にとどまりましたが、メジャーでも明るいキャラクターが受け入れられ人気を博しました。ダルビッシュ有、メジャー移籍後にトミー・ジョン手術を経験するなど苦しんだ時期もありましたが、2022シーズンには全盛期とも思わせる活躍を見せています。岩隈久志、63勝39敗と大きく勝ち越し、メジャーでも圧巻の成績を残しました。藤川球児、開幕戦からデビューし初セーブを挙げるなどクローザーに指名されるも、日本時代のような圧倒的な成績は残せず3年でメジャーを去りました。田中健介、メジャーでの出場はわずか15試合で2年目もメジャー昇格を目指していましたが叶わず日本球界に復帰しました。田中将大、名門ヤンキースで78勝46敗の成績を残し、防御率も 3.74 と安定した活躍を見せました。和田剛、移籍後2年は怪我の影響もありマイナー生活、カブスでメジャー昇格を果たしたものの2年で自由契約となりました。村田徹、巨人の2軍から戦力外を受けメジャーに渡った村田ですが、渡米後もほとんどをマイナーで過ごし、メジャーでは1試合にしか登板できませんでした。前田健太、メジャー移籍以降は先発やリリーフなどさまざまな役割を担っています。2022年はリハビリ中ですが復帰後の活躍にも期待が高まります。大谷翔平、メジャー1年目から前評判を覆し新人王を獲得、2021年には満票での MVP に選出されるなどメジャーの顔となっています。平野佳寿、
移籍1年目はクローザーを任されるなど防御率 2.44 の活躍を見せましたが、以降は救援失敗が多く3年で日本球界に復帰しました。牧田和久、 WBC などの成績からメジャーでの活躍も期待されましたが、結果を残せずマイナー生活が続きました。菊池雄星、1年目からシーズン被本塁打36本を記録するなど打ち込まれる場面が多く、2022年はブルージェイズに在籍中ですがリリーフでの登板が増えています。秋山翔吾、イチローのように安打を量産することが期待されていましたが、2年で71安打にとどまり本塁打はゼロに終わりました。筒香嘉智、日本時代のような長打力は発揮されず2022年に自由契約となりマイナーに在籍中です。山口俊、デビュー戦から逆転サヨナラ打を喫するなど打ち込まれる場面が多く、マイナーに在籍していた渡米2年目で日本球界に復帰しました。沢村博一、レッドソックスにてまずまずの成績を残していた沢村ですが、2022年途中にレッドソックスを離れることとなりました。有原康平、結果を残せずマイナーで過ごすことが多かった有原ですが、2022年9月に自由契約となりました。日本球界に復帰するのかも含め今後の動向に注目です。鈴木誠也、メジャーに移籍した野手としては久しぶりに成功ともいえる鈴木、カブスでは1年目から2番を任されるなど信頼を置かれており、今後さらなる活躍を期待しています。